さんで、サチサチ、決定。まだ今からいい仕事してもらわないといけないんでね、はいはい、はい、後ろで見せてください、後ろ、はい、はい、日本マラソンの父、金栗荘、もう皆さん、こういうジャンパーを作って、盛り上げていらっしゃって、はい、ねえ、ですよね、その和み町ですが、はい、和み町は金栗荘さんの生まれたところという、はい、もうね、この素晴らしい方を生んだ町なんですけれども、ここには金栗さんについて詳しく学ぶことができる施設が新しくオープンしたそうですね。はい、お願いします。はい、すいません、1月の11日にオープンしました、金栗酒造さんを持ちました、金栗ミュージアムと金栗さんが住んでいらっしゃいました、生まれになりました生活年間を1月11日にオープンいたしました。はい、で先ほど玉田さんも言いましたが、1番にコーディングをいたしまして、ね、すごいですね、ちょっと聞いてるちょっとね、今日も聞いてる、はい、やってますんで、金栗ミュージアムですね、金栗先生の、はい、オリンピックに来ましたユニフォームだとか、優勝されました優勝カップとかを展示しております。はい、で成果の方はですね、一部回収をしまして、番組の伊賀店の番組のですね、PR や、ロケも行われましたもんですから、はい、そこも一部開放して皆さんに見ていただけるようになっております。そうなんですね、はい、これからますます盛り上がりそうですね。はい、今から番組同様盛り上がっていきたいと思います。本当そうですよ、はい、で、和み町もういろんないいところがいっぱいということですけど、はい、温泉もいいんですよね。温泉いいですね、温泉いいです。温泉がもうツルッツルの柔らかの、はい、ねえ、温泉もあったり、はい、何されてるんですか、後ろからいろいろと、ね、本当に、はい、温泉もあります。温泉もあります、はいはい、そして美味しいものもあって、はい、今日はいろいろとご紹介が、はい、今日はですね、はい、ショロンポーとか、はい、お茶とか、持ってきておりまして、ね、もう残りわずかなので、はい、皆さんぜひ買っていただければと思います。そうですね、よろしくお願いします。だごみ町も福岡博多からだともうすぐですもんね。時間かからずですよ、うん、本当ですよね、早かったですね、新幹線でビューンとね、あっという間ですか、あっという間ですね、本当です、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、和み町のご紹介ということで、宇藤さんでした、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、バッチリハイタッチさあ、それではですね、金栗酒造さんのゆかりの地ということで、玉梨と和み町ご紹介しましたが、さあお待たせ、トッポ丸ね、お待たせいたしました、南関町のご紹介ということで、トッポ鳥です。はい、さあこんにちは、南関町から来ました、自称やめた営業係長、難関突破隊隊長、突破丸です。知ってた、自称営業係長で、自称なんですねごめん、もうバレた、みんなに。あれ、突破丸、今日金栗さんの T シャツ着てこやんだとなんで声聞こえると無駄と思う。さっき午前中にだいぶこれ短いって言われて、そう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 、恥ずかしくて、あらー、そうできましたねえ、でも可愛いですね、ここにハートがついてる、ね、そうなんです、はい、それを触ると、はい、幸せになれるとか願い事が叶うとか言われてるのでぜひクマモンがいったクマモン幸せになれそう、なれた、うわ幸せねえ、よかったですね。あとで皆さんもね、ぜひね、そう、ぜひ皆さん触ってください、はい、優しく触ってください、触ってあげてください。さあ、その南関町ですけど、南関町、はい、とても南関町は、ね、なんと金栗さんも、はい、金栗さんが通っていた小学校があるんです。はい、南関第三小学校といって、うん、そこに記念碑を建てられているんですけど、ぜひなんかいろんなところに行かれた際にはね、南関町にも来てほしいよね。ですね。ね、じゃあブースの方に野菜が入ってあるんですけど、
もう残りわずかなんですよ。はい、人気でしたね。はい、人気でしたね。たくさんの方が来ました。見たことないような変わった野菜が置いてあるので、ぜひ買われてください。もう本当ね、少ないので、もうちょっと来ましたからね、ぜひ、はい、行かれてください。はい、そのね、和み町から南関までは結構距離はちょっとねありますけど、そうですね、金栗さん走って12キロの道のりを走って行けたんですよね。はい、すごいですね。車で行きますよね、本当ね。車で行ってますよ、車で行ってるもの、ね、足踏み線にうるさいけん。マラソンだとしない。確かに今マラソンだと駆け足、駆け足すごいことになってきましたよ。元気がありますね。ありがとうございます。うるさいなー、ね、それからダンスオーダーなんですよ。そうですよ、トコバルダンスですよ。はい、で地域おこし協力隊さんも、はい、まだなんか残ってますかね。まだ残ってるみたいな、少し残ってるみたいなので、ちょうど後ろになりますので、はい、そちらで購入をお願いします。ぜひ、そして中町の方にもお願いしていただきたいですね。はい、はい、さあ、それでは今日は何かトッパカルくんが、はい、なんかテーマソングを、テーマソングがあるんですね。はい、はい、何だったっけ、はなまる、あっぱれ、トッパマルと言います。はい、それをみんな手だけでもいいので、ぜひ皆さんで一緒に踊りたいなとは思うんですけど、はい、可能な限り一緒に踊りましょう。じゃあよろしくお願いします。くまモン戻れそう、なんかこうずんだれて